また紹介したいなと思っております。寺尾ブッダさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。寺尾です。お久しぶりです。だからアジアドアーズ台湾特集以来のね、はい、初回の9月 の、うん、あのゲストさん以来、うん、ゲスト出演以来の、まあ半年になるもうね、ロータス TV でコメントされてた方がいらっしゃいまして、三重さんが寺尾ブッダさんっていうのあのさすがにいつもロータス TV で先に映り込んじゃうゲストについてコメントしてくる方そんなたくさんいないんですけど、今日はねざわつきが結構ありまして、ネオアキラさんが小峰さんに左にいる方はっていうふうにやっぱりみんなざわついてざわついてますよ。ブタさん間違いじゃないですよ、大丈夫です。いや全然ざわつきです、いいざわつきです。これはいいよか、僕がさらにあの気になってる、ごめんなさい、本当台湾の話入れよってことなんですけど、パーカーに国民女神って書いてあるんですよ、ここに横に、はい、これなんで国民女神なんですか。これはあの、はい、中国の、それもあのこれ後ろにあったこのあのあれを、はい、サグマ、そうそうそう、中国のラー油女王と呼ばれてる、ラー油女王、はい、ラー油中国で一番有名なラー油メーカーの創設者、はい、どこで買われたんですか。でこれあのまあ話す長いんですけど、長いです、ね、あの2年ぐらい前に、はい、あのネットミームみたいに、はい、ああ流行ったの、流行ったんですよ。でなんかコスプレしたりとか、はいはいはい、あのまあ画像をいじくられたりとか、それ日本でも流行ったの。いや日本で流行ってないんですよ。そうです、流行ってないけど、まあ一応その中華の中華圏の流行をそれキャッチアップした、さすがですわ、これすごいスピンカップのところが面白いですね。面白いですね。いやあの前回のあのまだ台湾の話に入らないのかってなるんですけども、あの前回ブッダさんが最後告知で、はい、あの下北沢のボーナストラックでルーロー飯屋さんやってますよとおっしゃったんですけど、はい、その後いかがですか。その後はいもう順調に、そうですね、半年間はなんとか。だって聞いたらもうあのブッダさんに会いに行っても全然ルーローハン作ってるブッダさんがいないっていう会話が噂になってましたよ。まあそれはそれであのいろ仕事がねあのいろいろありますから、音楽関係とルーローハンと作ってるだけじゃないですか、二足のわらじでやってるもんで、ね、はい、でもあの当時はあの1回目出てくれた時は毎日ルーローハン作ってたんですよね。そうなんです、はい、お店もオープンしたばっかりで拡大してます。じゃあ、はい、もう拡大してますよ、商売が。しかもなんあの地上波に出たという、はい、ニノさん日曜日の、はい、テレビ、日テレのニノさんで特集されたというか、ブタさんもそうです、あの映り込んでしまったみたいな、ボーナストラックでの特集があって、なんか、ね、竹内涼真が今一番行きたいところみたいなので、ボーナストラックが取り上げられて、そのボーナストラックの中で、うんうん、ローハン、あのブタさんのローハンさんが取り上げられるというすごい、はい、あの、はい、一幕もありましたね。いやもうやっぱりもうみんな気になってるねブッダさんのことね。いやいや、まあ、ありがたいですね。あとルーローハンが結構あの認知度が上がってるというか、ルーローハン、ね、日本全体でルーローハンというもののセブンイレブンでも販売してるぐらいで、お弁当でルーローハンが、今の流れで聞くとブッダさんのルーローハンがセブンイレブンで発売されてるなっちゃいました。お思ったけど俺もおめでとうございますって言いようと思ったけど、そこは絶対違うんじゃないかと思ってやめた。はい、違います、就職が抜けてます。そうだよね、ルーローハン、いやいいのいいの、でもそれは、はい、ルーローハンというもの存在自体が、うん、広がってる、広がってる。でもその時はさ、セブンイレブンで発売する時は必ずブッダさんの顔入りのそのパーカーを売ってね、あこの一緒にセブンイレブンで売って、変わりました、そうそう、はい、台湾語で寺尾ブッダって書いて、日本、日本のルーローハンの父みたいな感じで、すいません、もう早く行けという、ごめんなさいね、はい、まああの台湾のあの日本を行き来してる、はい、あのね、青山月見る君を思うというね、ライブハウスを時でも経営されてますが、ビッグロマンティックレコードもやっておりますと、はい、いうことで、レコードレーベル、マーチとマネジメントもされているということですが、はい、話題が尽きないですからね、本当にもうそこには戻らない。さあ9月からあの去年9月以降台湾の事情というかね、まあコロナ対策うまくいってるって皆さん分かってるかなと思いますけども、はい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 、どうなんですか台湾、ぶっちゃけ。ぶっちゃけそうですね、まあその音楽ライブとか、はいはい、音楽業界に関してはまあちょっと影響はまあなしではないとは言えないんですけど、まあ、フェスができたりとか、はいはいはい、イベント開催普通にできてたりとか、まあ、やっぱライブハウスの営業も普通普段通り、そうですね、まあ、厳密に言うとあの人数制限がある
地区もあったりはするんですけれども、基本的にはほぼない、通常通りの、日本でいうと今ライブハウスとかはさ、あのクラブもそうですけど、まあ、半分そうですね、その辺は人数制限とかもどうなんですか。去年は去年の春夏ぐらいは人数制限があって、同じようにその 50% とか 30% とかっていうのをこう国が決めてたんですけれども、去年の秋以降はそういうのはなくなって普通に開催できるようになったんですけど、すごい年末の、まあ、冬の時に少しこうやっぱりちょっと台湾の中でも少しコロナの感染が増えたといっても、まあ一桁二桁になるぐらいのところ で、それの対策として一時的に人数制限が課せられたりしたこともありました。でも今はまた戻ってる感じですね。逆にそういう国内のライブハウスとかでやっぱ台湾のアーティストがどんどんインディーズシーンも含めて、新しいアーティストどんどんで早くなってますか。その立ち代わり入れ代わりではないですけども、新しいシーンが気づかれたりとか。そうですね、国内、台湾国内でライブをやる本数は明らかに増えてますね。そうですよね。なるほどね。あと国内の認知度かな。そうです、顕著なのは今まで台北でしかライブしなくて、その他国外の主要都市でやるみたいなバンドが、台湾の国内でツアーを回るしか今できないので。そうか、それはそうですよね。台北以外の都市を、まあ、開発というか今までもまあやってるんですけど、よりこう重点的に台北、台中、高雄でなんかこう透明派みたいな。さすがにさ、ガイタレみたいなのは来てないよね。ガイタレは来てないですね。そうだよね、やっぱりね。いや、もうそこまで行ってたらまたもう台湾だけすごいなと思ってたけど、まだまだね、まだまだですね。海外はね、まだ、はい、まあ流行ってる感染者数も多いですし、まあ、そういうこうストリクトに管理することによって台湾国内というかね、まあ保たれてるというか、ですね、なんでしょうね、はい。じゃあ早速でございますが、台湾おすすめアーティストセレクトをブッダさんにね、どんどん聞いていきたいなと思いますけれども、はいはい、じゃあ1曲目のアーティストをご紹介していただいて、また曲も聞いていきたいなと思います。はい、ブッダさん、これはどんなアーティストで。これはですね、今年に最初にレコード7インチをですね、はいはい、日本で出させていただいたアーティストなんですけど、台湾の、まあ、ラッパー、まあ、ヒップホップ色そんなに濃くはないんですけど、はいはいはい、まあ、ラッパー兼シンガーであるリオワンという人の曲をぜひ聴いていただきたいと思います。じゃあ曲紹介もよろしくお願いします。はい、じゃあ中国語でいきますね。はい、はい、お願いします。快乐的甘蔗人です。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいですよね、このアルバムの楽曲。アルバム自体もかっこいいですよね。で、彼はこのアルバムでその台湾の由緒ある、はいはい、また一応台湾グラミーって呼ばれている金曲賞っていうのの最優秀、まあ、中国語歌唱アーティストに選ばれて、もうそれはもう1年に1人しかやっぱりいなくて、はいはい、それを受賞するとその歌王っていう歌の王様っていう称号が得られるんですよ。俺ね、なんかね、これちなみにちょっとどういう意味なの、このこれはですね、快楽の、うんうん、サトウキビの人っていう感じですね。ちょうどね、 PV がロータス TV で流れてましたけどね、はい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 、サトウキビ色のね、PV になってて、あ、可愛いなと思いましたけど、なんかこうなんだろう、アーティストと楽曲のクオリティも高くて、星野源さんがラップしたらこんな感じなんじゃねえかってぐらい、なんかこうなんていうの、ポップスなんですけど、うん、ちゃんとこうリズムも取れてて、うん、みんなも聴けてっていう、うん、非常に楽曲のクオリティの高さに、ね、フローとかラップの仕方とかも面白いですよね。よかった、かっこいいですね。 DJ でかけたい。これでもレコードがだから発売されてるんですよね。あ、そうなんですよ。7インチをうちのレベルでリリースをして、はい、売ってるんですか今。売ってます、今販売中。これはポチしておきます、はい、よかったわ、はい、マジで、まあ、彼は本当に多彩で、一つ今回2枚の7インチ出して、はいはい、1枚はちょっと今の曲入ったレゲエテイストでまとめて、はい、でもう1枚は R&B というか、はい、ちょっとこうメローなソウルフルな曲でまとめた7インチ、はいはい、これちょうどね今だからロータス TV で秋元さんが7インチどこで買えるのって即コメントしてますけど、 ありがたいですね。ブッダさんのあれですよね、はい、ピクロマティックレコードの
ホームページ。ホームページ、はい。じゃあリンクをですね、ツイッターの方で今じゃあ多分普通にアップしますんで調べていただき、はい、よろしくお願いします。はい、いやー、この通販もやってます。いきなりで飛ばされたな。これはもうすごいもうぶっ飛ばされましたね。かっこいいですね。うん、このリオワンは台湾の、まあ、ヒップホップシーンの中核を担う人でもあるって感じですかね。そうですね。まあ、ヒップホップであったり R&B であったりっていう、はい、まあ、レゲエもそうなんですけど、はいはい、まあ、いろんなところをこう自在に行き来できる器用さももちろんありながら、そう絶対そうよね、はい、R&B の歌手とこうコラボしたりとかっていうこともやってるんですけど、はいはいはい、歌い方で分かるのやっぱり、うん、はいはいはい、星野源さんとかも絶対ラップやってもラップできると思う。だからちょっとだからあれですかね、ポップスもできるし、チャイとやった曲はさ、なんかすごいこう新しい感じ、はいはい、スーパーオーイズムとやったりとか、うん、だからあれさ、イギリスでいたらちょっとトムミッシュっぽい感じもあるんですかね。そういうちょっと器用さというのはリオワン、シエさん、ハッシュタグ SS8Q なんでブッダさんの紹介の曲テンポ感がいいって言うね、日本カラーの提灯がぶら下がっている飲み屋って感じですねというふうにいただいてますね。皆さんもたくさんコメントいただいてありがとうございます、はい、さあせっかくなので、もう一曲ぐらいですね、はい、もうブッダさんにおすすめの曲を聴いていきたいなと思います、はい、もうまた次のアーティストも、まあ、多分説明していただいてから曲行った方がいいかなと思って、はいはい、ぜひ紹介してください、はい、どんなアーティストですか、はい、ロンバンというアーティストで、ロンバンというアーティスト、みんなメモっちゃうよね、はい、はい、英語だとバンヤンギャング、バンヤンギャング、はい、バンヤンギャング、バンヤンギャング、有名、はい、でですね、先月、はい、うちでカセットテープを日本と台湾でリリースをして、まあ、話題になってるアーティストなんですけど、はいはいはい、まあ、ですね、台南という台北からちょっとこう新幹線で1時間半ぐらい行った南 の古い町があって、はいはいはい、そこ出身 の、うん、3MC の、はいはい、またこれヒップホップグループなんですけれども、はい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 、まあ、結構若い人たちで、はい、その曲を紹介させていただきたいなと思います。わー、聞きたい、楽しみ、はい、これもじゃあ中国語 で、はい、お願いします、はい、言えます、ロンバンでシーリエンダーポンヨ。いやー、こちらもかっこいいですね。またこちらのバンヤンギャング、あ、バンヤン英語読みで言っちゃいますけど、バンヤンギャングは台湾の中でどういう立ち位置なんですかね。立ち位置的にこういうなんかナイティーズ的な感じの、なんかデラソール的な感じなテイストもしますが、一応彼らのキャッチコピーとしてはブーンバップを愛する 3MC ヒップホップグループなんで、そうですね、まあ、打ち込みとかサンプリングを主にやってるヒップホップをが好きな人たち。あ、やっぱそこら辺から、はい、トライブコールドクエストとかそこら辺から影響受けたりとかしてる人たちですね、うん、まあ、だからヒップホップマナーもねしっかりしてるような、うん、ちょっと僕はちょっと言葉を全部理解してるわけじゃないので、はい、あれなんですけど、こうトーンマナーとかもしっかりこうなんその踏襲してるけれども、はい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 、この今っぽさもあり、はい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 、かつそのこれがなんていうの、また台湾ですごいこうまた流行ってるっていう、うん、これでもここまで来るとグローバルでも聞かれるよね。聞かれますよね、まあ、これまたフィーチャリングのだよね、豪華の方がまた美しくて、あ、結構面白いのがインディーバンドのボーカルといろいろフィーチャーしてて、はいはいはい、インディーシーン、バンドシーンとヒップホップシーンを結構つなぐような役割になってる。いやー、面白いな、マジで素敵だわ。また2曲続けてかっこいいアーティストを紹介していただいてありがとうございます。さあ CM の後もテラブッツさん、どんどん台湾ミュージック切り込んでいきたいなと思います、はい、Enter FM 897センサー、センサー、インタイマー897、センサー DJ のカートゥーンが生放送でお送りしております、今夜はアジアミュージック特集ということでタワーレコードを立ち上げたキュレーションメディアタワードワーズを記念、小峰隆さんとともにアジアミュージック重要第一人物にして僕も気になって仕方がないテラオブッダさん来ていただいております。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ今日はですね、皆さんマイブラの T シャツプレゼントもありまして、はい、ブッダさんのパーカーも気になりすぎますけれども我々も、僕はマイケル・ジャクソンですね、2007年の時のですね、ちょうど日本に最後来た時の、これは日本の T シャツないんですけど、僕もマイケル・ジャクソンが日本に来て、新木場になんかそのファンミーティングって俺入れなかったんですけど、わざわざこれ着て行ったという思い出がありまして、ちょっとだいぶピチピチなんですけど、着てきました。だいぶちっちゃい、やっぱあの頃に比べたら太ったなというのありますが、リスナーの皆さんもメッセージありがとうございます。ノイズウィルさん、カズさん、小峰さん、こんばんは。今日のテーマですけれどもね、KMFDM ですね。あ、かっこいいこれね。94年からずっと好きで、日本版が出た時にプレゼントハガキが入っていて当たりましたということですね。昔の T シャツの方が品質が良かったと。フルーツルームの T シャツなんてネット入れ、ね、入れて洗濯すれば20年切れましたよ。はいはい、まあでも、確かにそうですよ、いわゆるメイドイン USA ってやつですよ、古着好きからすると。ですよね。はいはいはい、でデニムもね、その頃の、昔のもの入って、そうそう、50年代か80年代までのやつがまたいいんですみたいな。ゴールラッシュ本当に使われてたわけですからね。はい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 、長持ちするというやつですが、さあボートミーさんもメッセージいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたとバンド T シャツですが、初めてのバンド T シャツは学生時代に買ったザゼンボーイズのディレイマン T シャツですということでね。エフェクターの機材を顔の位置にやってる向井さんがアップされてるベージュ、生地の T シャツ全部で3種類持ってます。すごいですね。今のサイズ合わず着てないって思いやる。俺ね、大事、おかしいな、わかるな。ロンドンナイトのやつとかだから僕は持ってるわけですよ。ダイジングさんとやったやつじゃなかったかな。俺も3枚ぐらい買ったもんね。へえ、そうなんですか。そういうのあるんですね。いや、わかりますよ。僕もたくさん買っちゃう。何、たくさん買っちゃったやつ。いや、たくさん買ったっていうか、そのサイズごとには買ってないですが、もう大切にしてるのは、ロンドン、イギリスでのレディングで見た時のリバティンズの T シャツです、ね。あ、それはもう何回も着ちゃって、だんだんボロくなっちゃってるんですけども。さあそんな中、ブッダさんのお気に入り T シャツ聞きたいですね。僕はですね、ほとんど、まあ、バンド T シャツあんまり持ってないんですけど、はいはいはい、まあ、T シャツ言えばね、成田空港でしか買ってない。いや、それ嘘だよ。いやいや、どういうこと？俺ね、これセンサーの中の人がもう早速上げててびっくりして、このテレビに映った時の、テレビ映った時の写真、これ全然バンド T シャツじゃなくて相撲って書いてある。外国人観光客の人が、はいはいはい、日本で最後の思い出に、はい、成田空港のもう出国の搭乗口の手前にある売店で売ってる忍者とか相撲とか、これもちろん富士山とかのシリーズです。シリーズの1個。情報が多すぎてさ、この画像のね。竹内涼真の今一番気になる場所、下北沢の名所、そう、新名所ボーナストラックって書いてあるんだけど、オーナー寺尾ブッダと書いてあるんです。台湾からじゃ深く関わる仕事なのに、なんかごちゃごちゃしてるんですよ、この画像。しかもひげ面のブッダさんがなんかぼーっとしてて、相撲の T シャツ着てるから、もう情報量多すぎてよくわからない人です。まず何人かもわかりませんから、これ寺尾ブッダさんっていうね、素敵すぎる。いやありがたいですね。バンド T シャツとかも買うの、もう俺でも好きなのストロークスですとか言われても全然、あ、そうなんですかって、台湾と全然関係ないですねって言おうと思ったよ。あ、でもあれですね、自分で作ったりはしますよね。ライブイベントの、はい、そのデザインでイベント記念 T シャツとか、なるほどね、はい、そういうのは結構ありますね。お店でも売ってます。ライブ会場にさ、やっぱりね、みんな買ったらね、思い出になりますし、だからブッダさんのお店でも売ってるんですよね。そうですね、あのイベントとか、あとレーベルの T シャツとか、はいはいはい、ビックロマンティクルとか、そうです、はいはいはい、いやすごいございますが、まあ、そんなブッダさんとね、はい、T シャツの話をし続けてもきっといけませんので、はい、今夜もっと台湾の音楽シーンをどんどん聞いていきたいなと思いますが、まあ早速もう一曲、じゃあまた素敵な楽曲紹介していただきたいと思います。じゃあこの、新しいバンドを紹介したいと思います、はい、ウェンディ・マンブー、英語だとウェンディ・ワンダーって言って、はいはい、ですね、 YouTube でもかなりもうバズってると言っても差し支えないだろうと、で今年、世界的に、いや、台湾の中で、台湾の中でまずかなり今年すごい人気爆発中というか、まあ、まだインディーズなんですけれども、はいはいはい、
あのやるライブとかも全部ソールアウトで、どん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 今会場が大きくなっていってるバンドなんですけど、で聞いていただいたら、あって、あまたこの雰囲気かみたいなのはなんとなく感じていただけるかなと思うんですけど、じゃあその曲を紹介します。ありがとうございます。オーシャンコーニー、素敵な、かっけー。まああの俺も大好きな、もうこうシティポップなのかわからないですけど、はい、ジャンル分けおじさんはですね、弥生さんが質問してくれてるから、そこに乗っかって、こういうジャンルってなんていうのかしらっていうところで、これジャンル分けおじさん、小峰さんですね。僕が対応するんですよ、ジャンル分け。いつもジャンル聞く、はいはい、このジャンルなんですかって、はい、でもこれはブッダさんにはちょっとお聞きしたい、まあ、でも日本のシティポップの源流を聞かせてよ、ジャンル。やっぱそうですよね、AOR ですかね、言うなら、まあ、でも歌謡曲、うん、まあ、エドワード・ヤンの映画のエンディングに流れてきてもおかしくないサウンドだと思うんですが、じゃあ小峰君はこれを分けるなら AOR、 じゃあブッダさんはメローなシティポップって感じですかね。ジャンルじゃないかもしれないですけど、ね、いやいやいや、いいんですよ、もうジャンルなんてないっていうのが、あのみんなそれそうやって俺を責めて、大好きですからねジャンル分けるのは。どうやって伝えればいいか。まあそうですね、言葉のメディアですからね、ラジオだからね。動画も流れとるわろ、ブッダさん TV で。じゃあ俺もう体で表現しちゃいますよ。じゃあジャンル、じゃあ今の表現してもらう。いやもう難しいでしょ、こんな感じでしょ。いやそういうことアップでね、もう全然ラジオ聞いてる人分からないんですけどね。まあ、この絶対ロータス TV を見てもらって、今小峰君がどういう動きをしていたのかって、なんかこう平泳ぎみたいなね動きしてましたけれども、ウェンディーワンダーのバンドについてちょっと解説していただいてもよろしいですか。はい、お願いします。ですね、そうですね、4人か5人かどっちかなんですけど、はいはいはい、あのおそらく台北に在住だろうと、はい、あんまり実は情報がないけど、まあ本当にもう去年とかは100人ぐらいの会場でやってたんですけど、はいはいはい、今はまあもう数ヶ月でその600人ぐらいソールドアウト、もう追加公演ソールドアウトみたいな、すごい、すごい、確かに行っちゃいそうな感じしますよね、うん、インディーズでなぞりこんなクオリティ高い、なんかもう管楽器も使っちゃって、うんうんうん、もうすごい色気のある音楽も出しちゃって、うん、PV も良かったんだよこれ見てたけど、あロータスビー流れてた、うん、ちゃんとミュージックビデオも作られてってそこもしっかりして、これこそ、うん、昭和のなんつうのちょっとこう東京下町とかのさ、はいはいはい、ちょっと映画みたいな感じの雰囲気で、うん、ちょっとノスタルジックな感じしますよね、うん、すごかった、うん、台湾のアーティストってなんであんなにミュージックビデオを撮るの上手い方いらっしゃるんですか、ね、ああいう淡い映像とかを撮るか、はい、あのミュージックビデオ多いなとか、うんうん、ザ・ファーとか含めてなんか結構そういうミュージックビデオ的に、まあ、やっぱ映画監督もエドワード・ヤンと結構有名な人たちもいますけど、うんうんうん、台湾にはそれも影響されてるんするんですかね、うん、まあ、影響あると思いますね、自分の国の映画の質感というか、はい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 、雰囲気とか、あと多分外から台湾的なものがどう見られてるんだろうっていうのも本人たち分かっているので、はい、あもうちゃんと災害的な部分含めて、それで受け継がれてる演出だったりとか、ちょっとねバイク乗ってるようなところのシーンも、いや台湾っぽいなとか、うん、感じましたけどね、色味がねまたすごいなとは思いますが、いやこれ、ね、さらにどんどん聴いていきたいわけです、我々は、はい、テラブッドさんの新しい曲を、はい、さあ続いてのまたブッダさんおすすめの曲、はい、お願いします。これはですね、もう公開されてほやほやなんですけれども、はい、もしかして前もなかけたかわかんないですけど、はいはい、ESPS という、はいはいはい、バンド、あの、はい、長いこと日本でも、うん、はい、ライブやらせてもらっているバンドなんですけれども、その彼らの、まあ、新曲なんですけど、一応カバー台湾ですごい有名な TG バックっていうバンドがいて、そのバンドはちょっとこうピアノトリオで、うんうんうん、あとベン・フォールズ5っぽい雰囲気があるバンドなんですけど、はいはいはい、まあ、そのバンドのすごい有名な名曲と言われてる曲をカバーして、まあ、DSPS 風に、いやーめっちゃいいわこれ。もうちょうどミエさんロータス TV で、あ、分かった、カーディガンズっぽい、さすがのつぶやきですよ。さすがですね。ハッシュタグ SS897 のトンポンさんも、街の明かりを横目に帰り道の運転中にぴったり、いやいいですね。またこちらもミュージックビデオでバイクが出てきた、出てたよ、出てた、さっきロータス TV で、うん、やっぱ恒例行事なんですかね、恒例行事ってわけじゃないですけど、す、ね、ミュージックビデオにやっぱ、うん、台湾の風景
としてはすごい一般的で、まあ、でもそうなのかもしれん、みんなバイクで移動しますから、うんうん、日常がね、ね、非常に使いますもんね、それがまたノスタルジックでいいですよね、うん、映像に出てくるとなんか使い方がうまいなって感じもありますが、うん、いや面白いですね。あとハッシュタグ SNS の日比さんもね、これも僕もそう思ったんですけど、ちょうど歌謡曲とポップスを混ぜた感じが聞いてて気持ちいいということでね、なんかこう本当にノスタルジックな、まあ、歌謡曲さとでも全然今でも聴けるというかね、あのポップスを混ぜた感じということで、まあ、これチャートとかにも入ってきそうじゃない？ね、いや、もともとその TG バックの曲がすごい有名だったのもありますし、うん、まあ、アレンジも素晴らしいので、これはね、いいんじゃないかなと。いやー、ちょっと聞いてみますね。うん、TG バック自体は1999年から活動されているんですよ、台湾でも。20年、そうですね、20年ライブをこの間やったばっかりだと思うんですね。へー、すごいな。調べたらいろいろもうかなり、3人組の確かにベンフォールズ5っぽい感じの、うん、スマートなバンドなんで、後でちょっと聞いてみます。はい、ロータス TV の方ではユウさんが映画みたいですねというふうに来てます。台湾って映画のシーンとかってどうなの？映画は、台湾映画はもう結構有名ですね。多いですね、うん、そうは、うん、だから PV は今全部ねすごい素敵なのが多くて、うん、映像のクリエイターとかフィルムの、まあ俺あんま詳しくないんだけど、そのね台湾とか どうなんですか、お二人は。台湾で有名なエドワード・ヤンさんが一番、はいはいはい、僕は そのくらいしか知らないですけど、やっぱ日本でも公開されてたりするんですか、台湾の映画とか。最近増えてますね、まあ、エドワード・ヤンとかもう何世代か前で、はい、もう巨匠って言われてる人たちで、うんうん、そういう世代もいますし、はいはい、まあ、若い監督もいるしで、まあ、そんなにこうハリウッドみたいな、なんかこう規模ではないですけど、はい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 、台湾映画っていうのは国際的には結構認められてきてると思いますね。日常を切り取る映画が多いんですかね、うん、そうですね、なんとなくその昔の日本映画にちょっと近いような、日本映画からの影響もあったりとかっていう話は、エドワード・ヤンとか、あれとか黒沢さんとかの影響とかよくね、よく言ってますけど、ね、いや面白い、うん、でもまあ日本と台湾ブッダさんがまさにこうつないでるね、お仕事しておりますけれども、まあ、文化的にも近いものだったり、お互いのリスペクトがあったりとかで、まあ、僕らもまあ今はなんていうの、センサーのリスナーの人も、まあ、俺もそうなんだけど、初めて聞いた曲がね、ブッダさんから紹介されたちょっと多いかなと思うんですけど、おっと思うところというかね、もう DJ としてはもう使いたいなと思う曲もたくさんあって、なんかその辺っていうのは感覚的なものっていうのは日本人となんか非常に近いものがあるんじゃないかなというふうに思っておりますが、はいはい、さあさらにもう一曲ブッダさんからも紹介していただけるとも聞いてますけれども、はい、次はどんなアーティストなんでしょうかね。次はですね、これがなんとタイの、台湾、台湾から始めちゃうんですか。これはうちの勝手な決意表明というか、はい、そのアジア全体を盛り上げるぞと、はいはいはい、でまあ、もちろん台湾重要な、ね、はいはい、素晴らしいシーンのある国なんですけど、もっとそれ以外のインディーズシーンのいい人をピックアップしていきたいという、これちょっとジンさんがいや、まあジンさんともね、もちろんよろしくやってますけど、俺はそれよりもパッタイ作ってるかもしれないと思った、はい、もうルーローハンとパッタイ作って、はい、食から、うん、食から入るパターン、これブッダさん本当にガパオじゃなくてパッタイ、パッタイパッタイは美味しいですよね。美味しいじゃん、もう見えてる、もうブッダさんが作ってる様子がもう、うん、ガパオじゃない、そんなおしゃれなもの、そういう言い方はいけないけど、いや一応でもね、ルーローハンだからこそパッタイがおしゃれじゃないわけじゃないけど、なんかパッタイ作ってそうな、うん、イメージ、うん、パッタイを見つけてしまうみたいな、そうですね、なんかもうルーローハンはもうなんて、多分レシピがさ、弟子なのか社員の方なのかスタッフにもう伝わって、次はもうパッタイ作り上げましたまたね、テレビでさ、ピックアップされるとまた、スモーいや、T シャツ買えないよ、これ T シャツ買えないよ、いや、忍者になってるかもしれないです、いや、T シャツ買えないよ、いや、これまた成田空港で、ね、また同じ話すんのみたいな、またぜひその時はパッタイが作れるようになったら、じゃあね、来てもらいたいなと思うんですけど、そうですね、もう、はい、この次は、すいません、タイのアーティストタイのアーティストで紹介していただけると聞いてますんで、はい、じゃあ紹介してください。
いやまた素敵ですな。こちらもこちらのバンドはタイの結構有名な、有名なバンドですね。ジマムスは結構2回来日もしてて、してますよね、はいはい、で台湾でもすごい人気だったりとか、日本の音楽好きでも有名ですよ、うんうん、結構その割とトロピカルなシティポップバンドみたいな紹介をされることが多いんですけど、あの今回の作品はすごくそこからさらにこう、はいはい、人から向けてより純度の高いポップス、はいはい、結構、ね、インディーポップ感が強くなってます。そうですね、UK のインディーポップ感が入ってる感じの、うん、ちょっとこの変わり方も、本人たち的にはあの2000年ぐらいの、はいはい、その自分たちが聴いてた音楽を表現したいっていう。何聴いてたのちょっと調べてみよう、うん、まあこちらもぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っておりますけれども、今夜はT シャツプレゼントありますんで、そうですね、忘れてますし、ね、まあ、みんなもう正直ブッダさんの T シャツとブッダさんのパーカー気になってると思いますが、まあ僕はマイブラッディバレンタインこの T シャツいけてんなと思っておりますので、ぜひプレゼント当選者発表したいなと思ってます。ツイッターので、ホランドリツイートしていただいて、ありがとうございます。さあ当選者ドラムロールですか。ダダン、ヨーコさんおめでとうございます。これじゃなかったか。ツイッターのところにね、好きなものを忘れないようにつぶやいてますって書いてあるので、もうぜひヨーコさんに来ていただきたいなと思っておりますので、ちょっとね発送まで時間かかるかなと思いますけれども、ぜひマイブラ T シャツ、ただカバンに入れないでくださいよ。いや、どういうこと、マイブラティバレナイの T シャツカバンに入れないですね。あ、入れない、ああいうことそんなことしたことないじゃん。もう最後にもうよくわかんないことを玉木さん言ってきましたよ、リスナーの皆さん。あの玉木さんが今日ドラミさん普通に切れるってつまらない最後、そんな時もありますよ。最後によくわかんないことブッダさんつぶやかれて俺も困ってるんですけど、ブッダさんどうしたらいいと思いますか。こういう時はこういう時はそのまま流す。あ、そうそうですね、そういう時台湾語でどうやって対処したらいいと思いますか。台湾語でまた難しいなんか流れじゃないですか、これって。これあの、あ、じゃあ1個、はい、お願いします、はい、頭コンクリっていう、頭コンクリっていう日本語からこう台湾語になってるんだ、はい、なってる。あのどういう意味ですか、まあ頭コンクリ、あの固まってますよと。そうですね、いやいやいや、そのまま、わかるよ、そのまんまだよ、そのままか。俺もうそれいただいてもいいですか。俺そうです、はい、センサー的にぜひ使ってください。ちょっとコミュニケーション、頭コンクリだな。なんで失笑なんだよここ最後の頭の外側じゃなくて中身の話です。いや天然、はい、天然パーマが脳みそに絡まっちゃった。いやもう全然関係ない。ブッダさん本当今夜もありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。センサー遊びに来てください。よろしくお願いします。皆さんもぜひラジコで聞いてルールハンもう一回。